どうも、大悟です。というわけで、今回はですね、自宅での、やる気をですね、1.23 倍にする方法をご紹介したいと思います。人によってはもっと多分上がると思うんですが、一応ね、参考してる研究が 1.23 倍になってますんで、これを、今日はご紹介しようと思います。で、まあ、おそらく会社にいる時のやる気のあるなしっていうのと、あるいはね、例えば、学校とか予備校とかに行ってる時のやる気のあるなしっていうのと、家で作業する時にやる気のあるなしっていうのはですね、だいぶ変わります。だから、例えば、カフェに行ったりとか、自習室に行ったりとか、会社に行ったりとか、自宅じゃないところ行くと集中できるけど、自宅だとなんか集中できないって感じがあると思うんですけど、なぜ自宅では集中できないのかっていうのをですね、今日はご紹介したいと思います。で、これ実はですね、結構簡単に言ってしまうと、スマホを使うとですね、実はこれ簡単にやる気をですね、元に戻すことができて、でこれ下手するとカフェとか会社とかで仕事するよりもはかどる方法がですねありますんで、今日はこれをご紹介したいと思います。僕もね、昔やってたことがあります。はい、これ最近は普通に瞑想やったりとか集中力をですね高める方法をいろいろ研究しまして、わざわざこれやらなくても、やる気が保てるようになったんですが、本当にどうしようもない時はこれでやる気を保つっていうのがですねおすすめの方法です。ちなみに今日はですね、一応集中力が切れちゃうとかやる気がなくなっちゃう人のためにですね、2つのですね、やる気を維持したり集中力を高めるための維持するためのですね方法を、今日の続きの動画として番組タイトル下の説明欄と動画のコメント欄の方にリンク入れてますんで、もっと集中力高めたいって方なんかですね、ぜひ見てみてください。今日ちょっと変わった集中力に関するですね、動画を2本ご紹介しておきます。1本目の動画がですね、中二病式集中法ということで、これね、変なし、集中力上がる妄想というのがあるんで、想像力で集中力上げる方法ってあるのって言うと、実は結構ありまして、ほら、昔からさ、天才とかさ、ちょっとこう、歴史に名を残した人たちって、妄想癖があったりとか、自分の世界にこもる人って結構いるじゃないですか。あれが何なのかわかります。実はですね、特定の妄想は集中力とかやる気を高めてくれるんで、そんな方法をご紹介しているのがですね、今日の番組タイトル下の説明欄、またはコメント欄に入ってます、中二病式集中法です。はい。これ過去にニコニコで放送したことありますね。で、二つ目が、切れそうな集中力を維持するための11の心理テクってことで、どうもね、集中はね、一瞬できるんだけど、すぐ切れちゃうとか、維持できないって方なんか、この切れそうになった時に、どうすればいいのかってことを知らない人がすごく多いので、この切れそうな集中力を維持するための11の心理テク。これ、カルガリー大学の研究をベースにした、解説ですね。で、こちらの方も、コメント欄と、番組タイトル下の説明欄の方に、入ってますんで、ぜひですね、チェックしてみてください。というわけで今回はじゃあですね、いろんな方法がやる気を維持するための方法っていうのはいろいろあるんですけれども、じゃあどういう方法がいいのかというところでですね、よくね、やる気を維持しようとすると、自分にご褒美をあげましょうとか、言うじゃないですか。あれって本当にいいのかってところなんですが、やりたくないこととか単純作業をやるときにはご褒美があった方がいいんですよ。ただ、仕事とか勉強みたいに長期戦になるもの、割とこう自分の内側から湧いてくるようなモチベーションの方が、効率がですね、高いので、長期戦で戦おうとか、そういうふうに思う場合なんかは、実は内側から湧いてくるモチベーションの方がいいんですよ。だから、ご褒美は下手に使ってしまうと、長期的なモチベーションが保てなくなる可能性はあるし、あとお金もまあかさみますよね、自分にご褒美あげようとすると。じゃあどうすればいいのか、今回は、ご褒美を超える、自分を集中させる方法があるよ。しかも、0円でできますよって方法をご紹介したいと思います。今回のですね、研究は2016年、ハーバードビジネススクールがですね、ベンガルですね。はい。ベンガルってあれ国の名前ですよね、ベンガル。で、3763人のですね、子供を集めまして、その子供たちに特定の行動を取らせるために、なんかですね、いい方法はないのかと、あるいは特定の行動を習慣づけるためにいい方法はないのかということをですね、調べた実験です。具体的に言うとね、手洗いの習慣を身につけさせるには、どうすればいいのかってことを調べてるんですが、これ結構難しくて、例えば子供って、いわゆる基本的な習慣とかがないから、例えば歯を磨かせるのでもすごい苦労したりとかするじゃないですか、朝起きてから準備するのとか、もそうだし、結構ね、親御さんなんか苦労するし、自分も苦労してね、経験が皆さんあるって方もいらっしゃると思うんですが、こういう子供たち、しかもその習慣を身につけよう、やる気を出して、よし、この習慣続けるぞっていう風にですね、考えることがまだできないような子供たちに、どうやったらですね、そういう風な習慣を外部から身につけさせることができるのか、つまり、そもそもやる気を感じられないような手洗いにやる気を出す子供ってあんま見たことないですから、やる気を感じさせられないようなですね、やる気を感じれないような行動すら、習慣にさせるような、方法ってはないのかってことで調べた研究なんですね。でですね、研究チームはですね、面白いことをしておりまして、全世帯に、ハンドソープディスペンサー、いわゆるこう、
なんかこうプシュって出てくるやつですね。こう手洗うときにこう、石鹸が出てくるディスペンサーですね。で、これを配って、二つのグループに分けました。どうしたかっていうと、インセンティブグループとモニタリンググループっていう二つのグループに分けたんですね。で、具体的に言うと、インセンティブグループっていうのは、このディスペンサーを使って手を洗うと、商品がもらえるってやつですね。いわゆるこう、ご褒美がもらえるってことです。例えば、たくさんね、手を洗う回数を増やしたら、ご飯がもらえますよ、お菓子がもらえますよ、おもちゃがもらえますよ、みたいなことを、やったインセンティブグループです。いわゆるご褒美ですね。達成したらご褒美のグループ。で、もう一個のグループは、モニタリンググループ。で、これは何かっていうとですね、実験の最初から、手洗いの状況を記録して、定期的に、あなたが今週手洗った回数は何回ですよとか、今日は何回洗ってますよみたいな風な、定期的にですね、報告をしてあげるんですね。つまり自分がどれぐらい手を洗ったのかっていうのをですね、教えてあげたモニタリンググループです。この二つをですね、比べたときに、さあ、どっちの方がよりたくさん手を洗っていたのか、ってことを調べたって、そんな研究なんですね。で、これ3ヶ月間というですね、結構長期的な、もうそもそもディスペンサーもらったことすら忘れそうですよね、人によってはね。3ヶ月間ですね、経過を見たところ、これモニタリングされていたグループの方が、なんと 23% も余計に手を、洗っていたんです。で、さらにこのモニタリンググループのすごいところが、実験が終わって、ディスペンサーが撤去されて、もう、いわゆるこう、なんだろう、モニタリングされているって状況ですね。いわゆる、あなたはね、何回手洗いましょう、みたいな、そのデータが、報告が届かなくなった場、後でも、手洗いの習慣が続いてたんですよ。一方で、このご褒美をもらっていたインセンティブグループっていうのは、実験が終わったら手洗いの習慣はさっぱり消えてなくなっちゃったところなんですよね。だから、このですね、実験から見ると、やっぱりやる気がないことをですね、とかですね、やらなくちゃいけないことっていうのを習慣化したいとか、やる気を出してそれに取り組みたいって時には、ご褒美よりも、誰かが自分の行動をチェックしてるんだ。お互いにその行動とか成果をチェックできるような状態を作った方が成功率が高まるよってことがですね、分かりましたと。そういうことが示唆されるという研究だったんですよね。で、これね、忘れちゃいけないのが、まあ、1.23 倍で大したことねえやっていうふうに思う方もいると思うんですけど、これ、今回の実験は何もしなかった場合と比べて 1.23 倍じゃないですかね。ご褒美をもらうよりも 1.23 倍も、手を洗うようになったんですよ。子供たちですらですよ。そう、ってことは、普通に自分にご褒美をあげてない人はもっと確率低いわけだから、って考えてみると、このモニタリングっていうですね、テクニックって非常に重要になってくるんですよ。じゃあ具体的に、どういうふうにしたらいいのかって話なんですが、これはですね、やり方がいくつかあります。で、おすすめは誰かとペアになってください。誰かとペアになってお互い報告し合う方がいいんですが、それはちょっとめんどくさいねって人も結構いると思うんですよ。で、このやり方もこの後ご紹介します。どうすればいいのかってやり方も、一人でやる場合どうすればいいのかってやり方も説明します。で、一番いいのは誰かと一緒にやることなんですが、例えば会社で、ね、なんか例えば仲間とかとペアになってもいいし、別に違う会社でもいいんですよ。例えばその、このね、今のね、しんどいね、時代を乗り越えたいって人とか、あるいはね、まあ、ニコニコなんかだったらね、僕のニコニコのコミュニティにね、とかチャンネルに所属してる人ながらニコニコの会員さん同士でやってもいいんですけど、お互いに今日どういうことをしたのかって報告し合うとか、あとね、一番ね、僕がお勧めしたいのは、まあ、自分の YouTube チャンネルを作ってでもいいし、あるいはまあ、LINE とかでも何でもいいんですけど、まあ、おすすめ YouTube チャンネルです。記録が残るんで、でこれで自分が集中してる間だけライブ配信をするんですよ。でこれを、いわゆる限定公開にして、限定公開すると URL で知ってる人しか見れないから、これをお互いに交換して、お互い時間になったら勉強するときピッと押して、こうね、手元だけ映るようにしてもいいし、自分がこう横から映るようにしてもいいですけど、顔映したくないなら手元でもいいと思うんですけど、勉強してるところずっとですね、やると。で、これだけでもだいぶ変わって、なんでかっていうと、バレるからです。記録も残るし、サボってるのは相手にバレるから、そうするとやっぱり人間ってやらなくちゃって思うんですよ。だからカフェ行ったりとか、会社で仕事ができるとか、自習室だと勉強できるっていうのは、ある意味ですね、この罪悪感だから強い人って、人に見られて自分がサボってるのはね、バレたくないって思う方ってのはこういうことができるので、だから特に今なんかね、別にね、家にね、Wi-Fi 回線がある人なんかは通信量なんか気にする人もほとんどないでしょうから、でそうやってやって自分の作業とかを、見える化するというのはですね、全然なんだろう、科学的にはですね、正しい、方法だと思うんで、ぜひやってみてください。はい、っていうのもね、いいと思います。あとは勉強時間だけで管理してもいいと思います。動画でライブまではちょっときついなと、それは一番強いですけどね、強いけどきつい場合は、例えばタイマーとかをつけて、自分が勉強してる間だけタイマーをつけると、でそのタイマーのスクショみたいなのをお互いに送り合う相手を作るとか、そういうことしてもいいかなというふうに思います。まあ、いずれにせよですね、できたらリアルタイムに近い方がいいんですけど、お互いに監視し合えるようなですね、相手を見つけていただいて、それをやるというのがいいと思います。はい。ただこれだとですね、ちょっと負担が大きいとめんどくせえという方もいらっしゃると思うんで、今回はですね、別な実験も一応つけておきます。これですね、実際に
運動を習慣するにはどうすればいいのと、まあね、なんかだからね、皆さんね、仕事よりもですね、モチベーションが続かないものは運動だと思うんですけども、この運動を習慣化するときには、どうすればいいのってことについて調べた2015年にですね、出たですね、研究をご紹介します。これはですね、活動量計を使ったものなんですけれども、活動量計を使うと、運動の習慣が身につきやすくなるんじゃなかろうかってですね、ウィスコンシン大学の研究です。25名の肥満気味な男女を対象にしたものですね。これまで全く運動してこなかった人たちを対象にしてるんで、結構これは、普通に、ね、仕事とか、そういうですね、今まで皆さんがやってきたことだったらもっとですね、効果的に使えると思います。全員にフィットビット、活動量計ですね、フィットビットを渡して、16週間自由に過ごしてもらうってことを行ったんですね。だから別に運動してくださいとか言わずに、ただ単に活動量計、自分の運動量が測れるフィットビットを配っただけです。で、これ実験のですね、期間中参加者は1日7540歩の、運動量をキープし続けたんですね、渡しただけで。で、これ、運動量は3週間目で、ピークをですね、迎えたんですけれども、まあ、要するに3週間目が一番、なんか慣れてきてやる気も続いてたんですよ。で、大体この3週間ぐらいとか、3週間で4週間目ぐらいまでは続くんですけど、だんだんね、こう4週間過ぎて落ちてくんですよ。で、大体8週間ぐらいで運動の習慣ってなくなっちゃうんですよ。残念ながら。だから運動習慣にしたいんだったら、まあ、少なくとも2ヶ月以上はやんなくちゃいないんですが、実はこのフィットビットを配られていたグループ、で、フィットビットを配られて毎日ですね、その活動量、自分がね、こなした運動量をチェックするということをしていたグループに関しては、16週目に入っても、運動のですね、いわゆるピークに比べての運動量の減少量というのが 8% 以内だったんですね。つまり、大体は4週間で、過ぎると運動のね、中間で消えてって8週間経っちゃうと、ほぼ始めた頃ばっかりの頃、つまり運動しなかった頃と同じレベルの落ちるっていう風に言われてるんですけど、この現象がなかったんですよ。そう。なかなかすごいですよね。だからつまり自分が毎日やってることとか行動とか、そういうことをですね、記録してこう見えるようになると、いう風なことをするだけでも、実際にですね、この習慣化というかやる気がですね、ないこととか、なかなかやる気にすることが難しいことを、続けるってことに対してはですね、非常に役に立つような頃かってことが示唆されてるわけですね。だからそういう意味で言うと、まあアプリでもいいし、普通にタイマーで記録するでもいいんですけれども、やっぱり自分がやっている行動とかを記録するってことがまず一つ。で、これと同時にその記録した結果を他人にシェアして、他人からいつでも見られる状態にすると、いうことをやってあげることによって、僕らは、自宅での作業もですね、効率化を図れるんじゃなかろうかと。まあ要するにやる気をね、保って無駄な時間を使わずに、自分のね、プライベートな時間と仕事の時間をですね、両立することができるんじゃないのってことが指摘されましたと。そういう研究ですね。ぜひ皆さんですね、自分の作業量を記録するってことと、それをシェアするってこと、できればリアルタイムにシェアした方がいいです。今日はこんなことやりましたよってことをツイッターでつぶやくとかでもいいし、LINE で報告し合うとかでもいいと思うんですけど、嘘をつかないです。ぜひね、やってみるといいんじゃないかなと思います。で、個人的に本当に集中できないんだったら、ライブ配信聞きますよ。本当に。ライブ配信めちゃくちゃ聞きます。最初の10分間だけでもいいから、お互いにライブ配信するか、それかビデオ通話モードにしちゃって、10分とか15分だけ、勉強し始めの部分とか、仕事し始めの部分だけでも、つけるだけね、つけるだけつけて、お互いにですね、仕事を始めるとかってことをやってあげると、大体ね、人間のやる気って一番最初にブーストしたら、あとは集中力、今日の、番組タイトル下の説明欄とコメント欄にですね、切れそうな集中力を維持する11の心理テクって動画ありますけれども、一回ね、ブーストしたら、あとは切れないように維持すればなんとかなるんですよ、集中力って。だから、決まった時間に一緒に始めるってことが大事なので、本当 LINE のビデオ通話でいいです。で、最初の10分15分でもいいから、お互いに集中してるところを見せようってことで始めて、で、集中していろいろやってみて、15分だったらま適当に切っちゃって、お互い別に切りたくなかったらつけててもいいけど、切りたくなったら15分過ぎたら切っていいってルールにして、で切ってそのまま集中するということだって、また集中できなくなったらお互いにかけて、でまた集中するとみたいなことをやってあげると、非常にですね、仕事、勉強はかどると思うんで、ぜひやってみてください。ちなみにマイクはミュートにすることをお勧めします。喋っちゃったら意味がないので、会話しなかったら意味がないので、マイクをミュートにしてあげれば会話してしまってね、余計な時間を使っちゃうってリスクもないと思うんで、ぜひ試してみてください。というわけで今日の動画は以上になりますが、今日のおすすめの動画なんですけれども、中二病式、集中法、ちょっと変わった妄想を使って集中力を上げるための方法と、切れそうな集中力を維持するための11の心理テク、で、集中力消そうと思った時にこの踏ん張るためのですね、11種類のですね、心理学的なテクニック。こちらのですね、動画は番組タイトル下の説明欄と、動画のコメント欄の方からぜひチェックしてみてください。あとですね、今日のおすすめの本なんですが、3つぐらい挙げておきます。1つ目がやる気が上がる8つのスイッチってやつですね。これコロンビア大学モチベーション心理学シリーズ
ていうコロンビア大学がですね、満を持して送るというか、コロンビア大学の先生が書いている、モチベーション、自分のやる気を維持するためのですね、シリーズの中の一つですね、やる気が上がる8つのスイッチ。まあ、本当ね、薄くてね、すぐ読めるんですよ。もう文庫本ぐらいの薄さぐらい、薄さぐらいしかないんですけど、普通のですね、主力版とかの、普通のこういう本の紙をですね、使ってるんで、本当は100ページぐらいかな、あっという間に読めちゃうと思うんで、しかも半径もちっちゃいし、読めちゃうと思うんで、ぜひですね、手っ取り早くやる気が上がるスイッチを知りたいという方はチェックしてみてください。あとは、2冊目が、仕事のやる気ってね、自分が人生で何を求めてってるのかとか、自分の人生の目的とかがないと、どうしてもやる気が出ないっていう場合も結構あるんですよ。てか正解に言うと、自分の人生の目的がこれだってことが分かると、なぜかね、不思議と仕事にもやる気が出てくるんです。その目的を叶えるために、今この仕事を頑張って、お金を作ろうとかっていうふうに、全部がこう自分のね、目標につながってくるので、で、こういう、自分が何したいんだろうってことを知りたい方はですね、2冊目の僕の最新刊ですが、無駄に悩まない理想の自分になれる超客観力。自分をね、客観的にですね、見るためのテクニックをですね、満載ですので、こちらの本も見てみてください。で、あとは集中力に関しては、今僕のオーディオブック無料で聞けます。Amazon で僕のオーディオブックが無料で聞けますんで、ただ、1ヶ月ね、1ヶ月1冊だけなんですが、無料でオーディオブック、聞けるキャンペーン今やってるみたいなんで、ぜひですね、自分が操る超集中力、今日の番組タイトル下の説明欄に入っておりますが、オーディオブック無料で聞けますんで、ぜひチェックしてみてください。ということでした。それでは続きの動画をコメント欄の方からどうぞ。バイバーイ。